関西空港に向かってます。これ正面に見えたのが昨年の災害で上り線橋桁ごとぶっ飛ばいた災害現場ですね。早いね。結構急ピッチで工事やってますよ。飛ばされたのはこのトンネルの手前の橋桁。ああ、橋脚はもうできたね。橋脚は2本もうできました。高速の橋脚が飛ばされる人はよっぽどやね。ということで今これは昔の対面通行に戻ってます。高知道はもともと対面通行やったからね。飛ばされたのが新しくできた方の上り線の方の橋脚が飛ばされました。下り線はかろうじて大丈夫だったね。これようけどスムーズに考えて切り替えもようやったね。早うにね。だから今これ対面通行やけどそんなに時間大幅に増えるっていうことないですからね。せいぜい 4,5 分遅うなるろうか。でもそんなにも変わらんように思うんだけど。もうちょっと対面通行が続きます。心当たりは全然問題ないんやけど、橋が飛ばされとったんでね、その橋が治るまでは対面通行が続くと思いますよ。はい、この向こうでトンネルの手前で上り線に復帰するんよね。よくここで切り替えたな。はい、こっから戻ります。わ、雨か。今日お天気あんまり良くないですね。今曇ってます。あ、ちょっと降り出したね。はい、笹ヶ峰トンネル4300mです。トンネルの上の緑のライトは何か意味あるんかな。ライトで映し出しとるね、緑にね。この次の馬立てのサービスエリアでいっぺん止まろうかな。そうや、今日はずっと車の中でライブしてみようか。これはライブで撮ってないけど一本あげて皆さん一緒にずっとタイまで行きますか。新企画、タイまでライブやってみたって。飛行機の中はライブできないけどね。あ、でも Wi-Fi 10メガ湯が俺もろうとるな。タイ航空のボーイングじゃねえわ、 A380 は中に Wi-Fi があるみたいです。使ったことないけどね。ということで今日の15時30分ぐらい発の TG の673便に向けて普段より30分ぐらい早く高知を出発しましたよ。今愛媛県に入りました。愛媛県を走っています。これから徳島道を経由して徳島でラーメン食おうか。徳島で
どっちのラーメンにしようかな、徳島ラーメンにしようか、それともあれなんだ、俺の好きなやつやけどミンチの入ったやつ、どっちにしようかなって、これをとりあえずアップロードしてみて、皆さん一緒にお付き合いしてくれる人おるんやったらライブやりながら行こうかな。はい、笹ヶ峰のトンネルを抜けると馬立てのサービスエリア、馬立てやったかな、ここは。馬立てやね、愛媛県です。なしてよし、ここ止めようか。はい、ちょっとサービスエリア行ってトイレ行ってこようかな。よいしょ、ここね、水琴窟があるんですよ。水琴窟いうのが、水琴窟って分かりますか。うわ、なんだ、なんか誰か緊急事態をしたのかな。これ誰か閉じ込められてるんやない、こっちかな。大丈夫ですか、大丈夫ですか。こっちかな、誰か大丈夫ですか、大丈夫ですか。なんか押しました、ボタン押してない。じゃあこっちはないね、そっちみたいやね。どうしましょうか、呼びましょうか、大丈夫ですか。あ、間違って押した。あ、じゃあもう一回押して。いや、もう一回押してもダメなの。ダメなの、他のところじゃないかな。ああ、そうなんですか。あの、大丈夫ですって。はい、間違って押して。ああ、よかったね、どんどん、とりあえず。はい、誤報やったみたいですよ。はい、びっくりしたね。ということで、これ水琴窟ね。聞こえるかな。もしもーし、よいしょ、すみません、はい、馬立ての馬立て土佐日給料やん、高知のお土産。まあそうかで、蓋にスタンプついてます。これいいね、僕のお土産忘れないでって。食事コーナーもあるね。え、イノシシラーメンいうのあるやね。
250円か。ローソンまで我慢しよう。これうまっせん。お団子。これうまっせん。高知のお土産。これ意外とおすすめです。これもええね。普通の醤油入れるとだし醤油ができるってやつね。これ今アマゾンで店長が売ってるやつ。これで1本いくらかな。こんなんも知らんねえ。四万十のエビだ。北川村ゆずとわ文太や。はい、ということで馬立てのサービスエリアに泊まってみました。ライブやろうかな。コメントお待ちしてます。